皆さんこんにちは、加藤なつきの YouTube チャンネル、なつ井戸です。今日は DQ10 やっていきます。バージョン 6.1 がアップデートされまして、レベル解放からまずはやっていきたいと思います。さあレベル解放、クエストがこれかな、これですね。はい、地底湖の洞窟、転生の間、あ、はい、これですね。端っこで行けるね。では行きましょう。今日のサポはドワコちゃんたちです。ドワコちゃんたちです。はい、転生の間に行きましょう。120が今マックスなんですけど、レベルは解放して122になるようですね。ここですね、転生学士。はい、受けます。122になるのか。今回は国の声。ほう、ドワーフという種族は、お、今回はドワーフなんですね。大きな傷を負ってしまった。うん、国政のパワーの源となり、ドワチャカ大陸に蓄積されている。そこでゴブル砂漠東の入り口があるカルサトラ火山に向かってほしい。転送士赤かとあったら試練スタートだ。ゴブル砂漠東、はい、死の御声は国の声ですかね。ここ、あ、飛べない、天井開いてないのか。明るいのにねルーラーはできなさそうです。ゴブル砂漠東、あ、ここだね。さて、間違えた何がしたいのみたいになってる。ドルボード買えます。あのプレステ5になったんですね。でプレステ4からプレステ5に変わった最大の違いが、まずボタン操作がちょっと違う。丸と×の位置が逆なんですよね。だから決定とキャンセルが逆っていう。で私が一応2アカウント持っていて、もう1個の方はスイッチでやってるんですよ。でスイッチと、プレステ5のコントローラーがすごい似てて、形が。でだからプレステ5だけやってたら、このボタンのね、丸×の、あの反転してるのは慣れると思うんですけど、2アカ操作をしたりしてると、あれどっちがどっちだっけみたいな、すごいね、なんだろう、脳が停止するぐらい反応ができなくなる。だから戦い大丈夫かなとか思うんですけどね。戦闘が、いやー、慣れるのか、まあ、せめてコントローラーの形が違うんであれば、こっちじゃなかった、違うんであればね、いけると思うんですけど、慣れると思うんだけど、いやー、これはね、まあ、注意して気をつけてやっていかなきゃって感じですよね。もうこう頭の中で切り替えて、今私はプレステ5を使っているっていう
今私はスイッチを使っているってこう気に、あ、逆だ逆だよねまた間違えちゃった。こう意識をちゃんと切り替えながらやっておかないと、うん、宝箱発見、あ、間違えたもうキャンセルと決定とまた逆にいましたね。赤か転送紙、赤かどちらかというと、おおお、天照学士様の言ってた2期って名前の人、あ、やっぱりそうなんだ。私は転送紙赤かといって五星のうちの九星を担当しているの。うわ、ごめんなさい、知り合いのことは天照学士様から聞いているけど準備ができてないの。なんと、はい、受けます試練を。うん、癖の力が具現化した結晶を探してもらおう。ほう、なるほど。もうガテリア帝国にあった場所に現れるんじゃないかなと。はい、悲しみのね、最果ての地下遺跡ですね。はい、行ってみましょう。ではしっこでいけるね。なんか解放クエをやっている人がすごいバシッコを利用してるなって、横目で見てたんですけど、バシッコ様様だ、本当ありがたい。最果ての地下遺跡行きましょう。戦うのかな、ここは戦わないのかな、まだかな。お、ん、なぜかこのマップが光ってる。まあいいか。あれ、中で合ってるよね。でもやっぱプレステ5になって、画質綺麗だなって思いますね。よかった、本当よかった。精霊石ゲット。あのニキちゃん自体がバージョン5からのスタートのキャラクターなので、あの結構ね、宝箱取ってないっていう、初めて来たじゃないかっていう過去のボスのところですね。他のねキャラクターはあのもちろんバージョン1から始めてるキャラクターとかがいるので、物語は知ってるんですけど、ちょっとだね。あった、光ってる。
悲しみの念が大いなる嘆き。では戻りましょうか。赤かのとこでいいのに、危ない危ないもう決定とキャンセル間違える。あのだからニヤカをねやってる人でプレステ5を買おうかなって検討してる方は、あの本当コントローラー気をつけた方がいいです。例えばパソコン版と、プレステ5を検討してるっていうのであれば、パソコンで使用するコントローラーをね、ちょっとプレステ5の形とは違うものにするとか、変化をつけた方がいい気がします。あ、もしかしてあれかも、バシッコじゃないじゃんそうだよ、ドルボードだ。そうだね、本当この砂漠に来るたびにこのマップの開き方がこれね分かんなくて、当時10年前当時、あの本当この左下の丸いマップを頼りに行ったら、あのドルワームのね国を見つけてものすごい感動しましたもう砂漠なんて馴染みがないから、なんかもう湖が見えても蜃気楼なんじゃないかとかっていうのをチャットしながら友達と一緒に探検してたんですよねでもまあ当時ものすごいやっぱワクワクしながら、あのドラクエをやっていたなって、いつもここ間違う、あのワクワクしながらやってたなっていうのは思いますね。今ももちろん新マップとかがねこう出て、そういう場所を探検したり、あと新キャラクターとか会うとやっぱりワクワクしますが、でも当時の何も知らないしよく分かってない状態でやるのほど楽しいものはなかったねさて届けに来ましたよ、赤香さん。辛いね、この光、この嘆きの声が。あのもしもし聞こえますかってそんな電話、そんな簡単な感じなのはい、あ準備できてるって早いな。もうザグビナ以降、なるほど、赤川さんのとこにはもう戻ってこなくていいんですね暑いよってすごい最初言ってたけど、ここにずっといるんだね、辛いな赤川さんの仕事も。さてどこにって言ってた、あここね、なるほど、うん、もう一回見よう、ここね、端っこ
いきましょう。パシッコ様様ありがとう。ありました、ザクビナイコ。ヒトットビュン、世界の果てまでヒトットビュン。ビュンじゃない、ビュンだっけ。さあボス戦かしら、頑張っていきましょう。強いのかな、やっぱ120だから強いんだろうな。うん、強いできます。来た、国政の化身。この構成が最近私多いです。魔剣2人に旅を入れたサポ構成。自分はまあ天地が基本的に多いので、でもね天地じゃなくても、あの自由、魅了されちゃった、自由な自分は職で動けるポジションにはいるかな。一応回復でね旅がいるので、いや今までバトマスもしくは魔物の鞭をお借りしてたんですけど、もう魔剣ばっかりになってる。強いよね魔剣。自分もね魔剣を使えるようになりたいんですけど、なかなかレベル上げをする時間がなくて、ちょっとずつって感じね。呼び声怖い、うん、何だったの、うん、色が変わった。いつまで地面がよぼんでんだろう。あ、カカカカ様、あ、ありがとう。解放しておこう。強いでも全然出ますね。距離だ。もしかしてこれ柱で引っかかってる。これ引っかかってるのね。ちょっと待って、キャンセルが。待って待って。丸バツがちょっと、あ、受けた。
でもびっくりするほど強くなくてよかった。倒せました。国勢の化身をやっつけた。宝箱落としてたよ。やった。お、夜の帳では、天照学士のところへ。壁じゃないわ、天井が。そっか、ここそうなんだね。入り組んでるね。確かに残念。ちょっと寝ていこう。配信サーバーにいるんですけど、普段はねすごく人がいっぱいいるんですけど、今明け方の3時半、明け方っていうのかな、3時半なのでこの時間帯全然人がいない。みんな寝てるよね。そうだよね。もういないってなかなかないよね。人に会わない、この時間帯は。いや、そうなんだろうね。さあ報告です。ウィンしたようだね。だって君のハートにコックのエナジーが刻み込まれてるのを感じるよ。成長リミットを超える儀式を。はい、このものに眠りそう。嘆きの声が激流のように押し寄せてきた。うん、自分でも気づかぬうちにその目から大粒の涙を流していた。いかな君でも受け止めきれぬほどの多くの嘆きと悲しみの嵐だったようだね。だがそれでいいんだ。うちに秘めたままではいつかその負の感情はバーストしてしまうだろう。なるほど。こくことは恥じゃない。大きく声を上げ涙を流すことは我々に許された感情の発し方なんだ。確かにそうだね。なんかこう辛い時に我慢しないで泣いた方がこう発散になったりすっきりしたりするもんね。はい、ということでクエストクリアです。リプレイはウルブヤ金貨なんだね。キョネコ族のキャットバルバトとウェディ族のリュウで、僕が勇士を認めた2人の話だ。300年ほど昔、ウエナ諸島は暴君バサグランデという凶悪な魔物によって大きな危機にさらわれたことがある。なるほど。ベリナードのプリンスとともに復活したバサグランテと戦ったというボケが君のことだったのか。そうです、私です。そうです、私です。はい、仲が悪くてね、犬猿の仲なら魚猫の仲というわけさ。魚猫と組合の喧嘩が始まってしまってね、僕が仲裁する羽目になったりね。そうなんだ。ほう、戦いとなれば素晴らしいコンビネーションを発揮してくれたものさ。なるほど。その子孫たちの活躍、僕の耳にも入っている。うん。あ、五星があと一つ残っているのか。いつだろうね。100、
22までなったから130とかいくのかな。あれもっと中間の数字なのかな。125とか解放、もうちょっとこう一気になってほしいね。さあということで今日はレベル解放をお届けいたしました。次はね 6.1 のストーリーもやっていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ヘバナー。